こんにちは。今日はアメリカで作ったおうちご飯を紹介します。と彼氏がベトナム系アメリカ人、お母さんがベトナム系なので、お家ではベトナム料理を食べることが多いみたいなんですが、私もベトナム料理大好きなので、いろんな家庭料理の作り方を見られて楽しかったです。まずはブンチャチットノン、発音は分かりませんです。とブンっていう米粉の細麺に、お父さんが焼いてくれた豚肉、これがめっちゃジューシーで味付けもすごい美味しかったんですけど、これとベトナム風紅白のマス、大根と人参がこう酢漬けになったやつですね、とベトナムのハーブを乗せて食べます。で上に乗ってる春巻きみたいなのはベトナム料理のチャーヨーなんですけど、ベトナムではこうなんか米粉のこうもうちょっとゴツゴツしてでも薄くてパリッとした感じのお姿で出てくることが多いんですけど、アメリカのベトナム人たちはこのこう中華料理で出てくるような春巻きの皮を使って作るのが主流みたいです。でここに自家製のヌクマムをかけて食べます。でお母さん手作りのヌクマムなんですけど、家庭によってちょっとずつ味が違くって、多分どの家庭でもその家の味が一番美味しいみたいです。で次はクワイランタンチェンっていう、これも発音は分かりませんけど、ベトナム版のかき揚げです。エビに塩コショウとかお醤油かな、こう軽く下味をつけて、でさつまいもと人参を火が入りやすいように細めに切って、でバッター液に絡めてから揚げます。でこのバッター液は天ぷら粉とか炭酸水とかが入ってるらしいです。で一旦液に絡ませた野菜を180度の油にギュッとこう汁気を切ってから入れて、ですぐにエビを乗せて、でエビの上に液をかけて、固まってこんがりしたらひっくり返して、で全体が揚がってから取り出します。で私はこれをレタスにハーブとかと一緒に包んでぬくまむつけて食べるのが一番美味しかったです。でブンチャチツナのトッピングの一つにして食べるのも美味しいです。で最後はバインセオ、これは日本でも有名ですけど、このクレープ生地みたいなね、バインセオの生地の元となる液体っていうのはバインセオ用のミックス粉が売ってるみたいで、ここにココナッツクリームを混ぜて作るみたいです。でココナッツクリームじゃなくってココナッツミルクを使う人もいるらしいんですけど、クリームの方が味がこうココナッツの味がこう濃厚に出てくるのがいいらしいです。で作り方もこうそのステップがいろいろあるみたいですけど、大量に作るときはあらかじめ具材を炒めておいて、例えばここだと玉ねぎと豚肉を先に炒めました。でフライパンきれいにして、そこにバインセオの生地を流してこう丸く広げたら、炒めておいた具材を端に寄せておいて、もやしを乗せて蒸し焼きにして、カリッとしたらパタンとこう半分に閉じて完成です。でこれもレタスとかハーブにと一緒に包んでヌクマムにつけて、私は食べるのが好きなんですけど、彼氏はライスペーパーに包むのが好きらしいです。A little more is fine. Yeah, that's fine. That's good enough. Flip it. Maybe not yet. You can do it, yeah. Go ahead. Flip it. Oh, more, more, more. More? It can't cover. It's because you kind of put it on the middle. But that's a good crisp though. It's not a bad crisp. That one's good. Yeah.で最後は私が作った日本食ですね。一部調味料、醤油、みりん、味噌とかかな、日本から持ってきて、
と鶏と厚揚げのおろし煮と豚汁と酢の物を作りました。厚揚げは現地調達したんですけど、日本の方がこうすごいふっくらとろっとした食感で美味しいなって思います。あとは豚汁も、まあ、もちろん現地調あの豚肉とかね野菜もそうですけど現地調達したんですけど、使った豚肉がさっぱりしすぎてて、なんかちょっと違う、日本でよく買ってる油がいい塩梅に混じってる細切れで作るのが一番こう油の加減がいいな、甘みの加減とかいいなって思いました。以上アメリカで食べたおうちご飯でした。